はい、では再開します。まだらやっていきますね。で、ちょっと、前回の動画から数時間経ってますんで若干忘れてますので、ちょっと情報をもう一度確認していきます。とりあえず反乱軍の村に来たんですけど、確かカインの印が必要って言われたんですよね。そうそう。で、そのカインの印をどっか取りに行かないとダメなんでしょうね。ちょっと情報を、ここか、やっぱりここっぽいな。東にある御霊の村にとりあえず行きましょうか。レインツリーが枯れたという話でしたよね。砂嵐でヘッド、そのまんまやな。初めて出てきました。仲間の構成はね、どうなんですかね。結構これ気に入ってるっちゃ気に入ってるんですけど、キリンにちょっと近接武器を持たせてみたんで、もうちょっとテンポは上がってくるかなと思います。いいね、いいね。キリンめっちゃ強い。本来はアタッカーではないですもんね、属性的には。まあでもね、ロープレって意外とさっくりというか、そのクリアメインで行こうと思うと、やっぱりアタッカー1、魔法使いというか、まあ補助3人っていうのが結構行きやすかったりするんですよね。まあ例えばドラクエしかり、ファイナルファンタジーしかりなんですけど、意外とまあ戦士タイプ2人、魔法使いで2人って感じで、だいたいベタな構成ってそれじゃないですか。でもね、そこ魔法を2人にするだけで結構楽になったりするんですよね。まあ、一つはその装備に対するお金があんまりかからなかったりだとか、まあ回復が2倍になるだけでだいぶ助かったりとかね、そういう恩恵もあったりして。あたたた、なんかやばい、問題の起こってる。反乱軍のことはピラミッドの猛鬼を倒したら教えてあげる。はい、まあ、ピラミッド行くってことですね。おおおお、いいね。さっきやり勝ったのに、勝ったとこぞ、たとこぞ。まあでも買うか。使えない。ああ使えない。剣は、あ、剣はいけんのか。買うか。買います。ちょっとやり勝ったとこですけど、あれ？キリンをやっぱり強くしとくのが一番いいと思うんで、よし。ちょっとピラミッドの位置は教えてほしいですね。ピラミッドのせい、ピラミッドの場所について教えてくれる人がいない。あった、砂漠の真ん中にある。でも中に入るにはアビスの地図が必要。あ、アビスの地図もらった。砂漠の真ん中にあると。
情報を得ました。でここが砂漠っていうことなんでしょうね。ということはもう真ん中やから、まあまた悲しく徒歩での探索が必要になります。さすがにあれかな、マダラシリーズで、まあ、例えばあの気球だとか、まあ、あの飛空艇だとかラーミア的なものはなさそうですよね。なかった。 そういうのがあればいいんですけど、そのルーラ的なものもなんか今んとこ全く気配がないですからね。ちょっと嫌な予感ですね。すべてやっぱりあの移動は徒歩ということになるのかな。まああの大きく回り込んで帰らないといけないっていうのは今のところないですけどね。キリンが肉弾戦で頑張ってくれてる。違うんじゃないかな、なんかピラミッドじゃなくない、これ間違えてそうな気がするな。またこのパターンか。こいつどう見てもエイですけどね。砂漠にいるのか。あのモンハンでもいましたよね、砂漠を泳ぐなんか動物モンスター、名前忘れましたけど、何やったっけ。そういうことなんですかね。数時間休憩したんで、正直またちょっと、楽しさが戻ってます。だいぶあの雑魚戦、迷っての雑魚戦がしんどかったですから。あ、合ってる、絶対合ってる。この音ピラミッドの音やん、これ。あれあれを使うんじゃないですか。違う違う違う、あれアビスの地図を、もうどうしたらいいんやろ。ピラミッドじゃないのかな、ここ。タジカラーを、タジカラーをタックの合理器具が切れてるかな。まずいな。また迷うぞこれ。ピラミッドじゃないのかな。やっぱりピラミッドはあくまでもピラミッドの形してますかね。さすがにピラミッドの形してるか。これは完全に砦の形ですもんね、城的な。やっぱりそこはゲームデザイナーを信じましょうか。別になんもなさそうですもんね。動画を、まあ、YouTube アップしていってますよね。まあ、今も YouTube で見ていただいてるとは思うんですけど、動画を見返すと、戦闘時間がとにかく長いですね。やっぱりさすがロープレー、ほとんど戦闘してるんですよね、その雑魚戦をね。雑魚戦の繰り返しがロープレを作るっていうことですよね。よし、
さあ、ないなあ、もうピラミッド探しがしんどい。砂漠はここで合ってると思うんですよ。こんだけ広いんで、それは合ってると思うんですけど、やっぱり雑魚が多少強くなってますからね、ちょっと時間もかかり気味。あった、よかった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 。もうこのまま行きますね、めんどくさいんで。行っちゃいましょう。ピラミッド読みまたって、すごい名前やな、読みまたって。若干ちょっと MP 不安はありますけども、まあ、大丈夫でしょう。装備もまあね、それなりにちゃんとしてきてるんで、少ないというか簡単なダンジョンやったらええな。リンダ、危ないな、うわぁ、もう広大な感じ、嫌な感じですね。雑魚がなんかでかくなってきましたね。ていうか白濁魅惑したまんま大丈夫かな。ちょやめて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 よ。なおはどうしたらいいんやろ。マダラの合力符も切れたし、キリンの合力符も切れたし、魅惑を直すにはどうしたらいいんですか。浄化符絶対違う、間違ったんですよね確か。まずいね、ソーマなんですけどね。緑のソーマとかそういうことなんですけどね。これ大丈夫かな。あ、もうリンダにどんどんやられてる。まずいな。タクタクがもうこっちしか見てない。これはいよいよまずいな。ここでは使えるから、もう放置していくか。自然回復はしないのかな。そうなると相当やばいですね。どうしたもんかなこれ。これはまずい。うわぁ、まずいまずい。白濁がもう嘘やろ、白濁全然起きない。いや、帰りましょう。無理や、これは無理。白濁がおかしくなっちゃってる状態では厳しすぎる。さすが
がにね。厳しい。どんどん合力符が切れてってる。魅惑対策は必須。治らないですもんね。全く治らないですね。ここら辺が辛いところやな。浄化符試してみましょうか。違ったと思うんですけど、戦利符はスピードアップ、宴会符は、敵のダメージ軽減、まあ、防御力アップで、合力符は当然合力符ダメージ無効化で、アシュラフは攻撃力アップやったんで違いますもんね。こういうステータス以上の回復魔法が全然ない現状ですね。白卓を攻撃することができたらいいのかな。無理ですもんね。白卓目を覚ましてくれよ。じゃあちょっとアイテム確かめますね。まずはキリンの、あ、違う、何の相馬が効くのかっていうのを確かめないとね。あれどれも違うような気がするな。黄色は毒だったんで、うわないやん、売ってない。まさかの事態。あいたたたた、これはやばいな。またかかればまたかかります。どうしたらいいんやろ。これはやばいな。魅惑対策をできてなければ相当辛いですよ。まあなんとかなるか。さっきはだいぶピラミッド探して歩き回りましたからね。それをさっぴいたらいけるかもしれない。こうやってチートの戦利符、アタッカー2人に戦利符、浄化符っていうのがよくわかんないんですけど、まあ、やれるもん全部やっておきましょう。ちょっと卑怯ですけどね。いやもう万全の体制で、魅惑なってももうご利用します。
あの村に他の村に帰って雑貨店行くようなめんどくさいことはもういいです。ぶっ込みます。聞いてるな、アシュラフが聞いてますよ。合力符だけでも、何回、ナユタが6回、ハクタクが5回かけられるんで、いけるでしょ。まあ、マダラが魅惑されるようなことがなければいけるはずです。読みマタティ、マタティ。ちょっとなんか、若干ちょっとあの卑猥ですよね、名前。読みマタティ。氷寄付なかったらひどいな、これは。アシュラフが切れた。まあまあ、そこはいいですわ。とりあえずあのね、お一人で来てた女性、あいつが魅惑してくるんで、あいつだけは要警戒。まあ、かかるときはかかるでしょうけどね。まあ、幸いあの戦闘終われば、あの魅惑されてるやつでも合力符を唱えることはできるってことは分かりましたんで、どちらかが魅惑される、もしくはまあキリンが魅惑されるっていう状態だと戦えます。ただマダラが魅惑されちゃうと、多分攻撃力が強すぎて、あの他の人への被害がひどいことになると思うので、その場合はもう諦めて帰るしかない。まあレベル上げということにして帰りましょう。それまで頑張ろう。途中で宝箱を拾えるかも分かりませんしね。よくあるパターンですもんね。こう魅惑する敵のところにはちゃんと魅惑用のアイテムを一つか二つか置いといてくれるっていうのよくあるパターン、まあ、それに期待しましょう。切れた。まあ、そこまで神経質にあの合力符かけていかなくてもいいですけど、まずはキリンの相馬の秘術でそれなりにマジックポイント使っていった方が運用としては正しいかなとは思いますけど。それよりもね、ステータス衣装を直すのなんか覚えてくれへんかな。シャーマンってなんか回復のイメージですけど、僕が勝手になんかあの手術したりとか、暗黒の霧や氷粒手やって結構なんかあの攻撃寄りのスキルというか魔法を覚えますね。キリン、あれ行き止まりや。ここ落ちられるのかな。落ちてみましょうか。落ちられない。うわあ、そこ、あ、こいつ やばい、こいつ速攻で倒せ、速攻で。あかんよ。あ、浄化符に守られた。
うわ、浄化符はやっぱそれなんや。めっちゃ大事なんや。あ、そう、浄化符はかけとかないとダメ。わかりました。合力符が攻撃魔法で、ああいう状態異常の魔法に対しての抵抗が浄化符なんですね。見た目でかかってるかかかってないかがちょっとわからないのがマイナスポイントですよね。合力符にしてもそうなんですけど、今合力符かかってるよっていうのを教えてくれればいいんですけどね。あんまりわかんないですもんね、これ。食らってみないとわからない。今ちなみにキリンはかかってません。切れてます。で、攻撃系の妖術に関しては合力符が守ってくれる。あくまでもダメージは合力符で、状態異常に対して浄化符ということですね。あ、ナユタ入れといてよかった。浄化符が切れたことがちゃんと分かるかどうかが一つのポイントになりますね。切れたって表示が出ればいいんですけど、出ない場合はちょっと怖い。浄化符に守られているって出ましたね。じゃあ浄化符を使えない白卓でを合力符役にしましょう。で、マダラはちょっと合力符なしで、おそらく防御力高いんで、合力符を節約しましょう。ナユタを包んでるのが切れたな。かけとくか。結構レベル上げてたつもりですけど、結構辛いですね。割と苦しい。一回でこのダンジョン全て回ろうと思うとちょっと骨ですね。まあ、あの青のソーマいくつか持ってるんで、MP はある程度回復できますから、それも兼ねていけるかなと振ってます。まあ、ガンガン使っていっても多分大丈夫。そろそろキリンの合力符が切れるんじゃないかと思います。さっき下攻撃した方がいいと思うよ。あ、こういうとこちょっとコンピューターアホですね。これでもこのマダラの僕のプレイ動画見てくれてる方いるんですかね。結構ダラ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 やってますけどこんなダラダラした動画ずっと見ようと思ったら結構しんどいですよね。すいませんね。でもちゃんとクリアまでお届けしたいと思いますんで、それだけはちょっと、もうここまで見た方はもう付き合ってもらえますじゃないとちょっともう悲しいんで、再生回数10回とかだと思うんですよね。多分そこそこの年数経ってもその10回のうちの1があなたですからね。それ僕見てますから。ジオのコイン、よしよし、これは欲しかったやつ、リレミトですね。
レミとも魔法がないんですよ。なのでそこら辺の補助的なことがなぜか魔法あんまりない。サマルトリアの王子的なやつが欲しいんですけどね。まあもしかしたら今後キャラ的にいるのかもわからないんですよ。それはありえなくはないんですけど、今んとこいない。関西人なんで赤の相馬です。キリンもキリンとか、まあ、発音はもうごめんなさい、キリンです。ただのあのお笑いの方みたいになりましたけど、キリンです。いやもうリンラは嫌なんよな。倒せ。危なー。浄化符もう消えてんのかな。まだら。なんか今魔法来ましたけどね。浄化符やっとこうかな全員。保険かけとこうかな。めっちゃ不安なんですよ。こんな奥深くで魅惑されたくない。あ、動画が長くなりそうなんで、じゃあここで一旦終わります。もうすぐ続き来てください。パートほにゃほにゃって出てますか？出せてますか？出せてたらそこからクリックしてお願いします。では。